加藤さんとちょっとご飯一緒にさせていただいたときは生卵をそんなこと強要してるんですか僕の名前出さないで流しますけどピーですねここはもう熊田さん優秀なんでいろいろ考えると思うんですけどちょっと浮気しすぎじゃねっていうのは思ってていや2回目の出場とかっていったらできるんですかね僕帰ろうとしてますあれまだ終わってないんだよエンジニアとは思えないぐらい面白いんですよ、うん、こんにちはエンジニア版キャリアコロシアムのお時間ですこの企画では独立や転職を通してキャリアアップを図る IT エンジニアと支援者の方々とのマッチング企画となっております。それでは今回のゲスト熊田さんです。自己紹介を簡単にお願いします。現在26歳の熊田拓也と申します。今年の6月までは SES の企業で3年間ほどエンジニアをしていまして7月から独立しました。独立の経緯としては年収チャンネルのキャリアコロシアムに出て大堀さんの下で現在はフルコミで働いているっていうような状況です。で現状持っているスキルセットはエンジニア時代だと Java とかそういうサーバー系をメインで使ってたんですけれども大堀さんの下ではホームページ LP 制作を主にするっていう目的でやらせていただいております。では今回ご出演にあたりきっかけがあれば教えてください。まず目標があってでその目標が短期的な目標だと月の利益を自分で100万円持ってこれるように大堀さんの会社に付けれるようにしたいみたいなところがあってでそれをもうちょっと中期的に見ると来年の7月、まあ、独立してちょうど1年後には300万とかにしたいなっていうふうに思って皆様のお力をお借りしたくて参りました。ではここから質疑応答に移りたいと思います。今独立してやられている内容をちょっと詳しく伺ってもいいですか。株式会社グラントホープ丸山健人、フリーランスエンジニアの独立支援実績は驚異の800人超え。厳しいアドバイスも厭わない姿勢はまさにエンジニアファースト。主に秘書業務とエンジニア業務、まあ、雑務みたいな感じで分かれてて秘書業務っていうのは送迎だったり、まあ、そういう身近なものの何て言うんですかね整理だったりっていうものをさせていただいてます、まあ、雑務っていうのはいろいろ事業をちょっとやられてるのでその事業に対して自分がスポットでいろいろ入って対応するみたいな。でエンジニア業務はホームページ LP の制作の方をやらせていただいたりはしてるんですけれども現状ちょっと自分のスキルセットがちょっと足りてないというか部分があって大きめのはできてませんみたいな形です。大堀さんの会社にすごいなんかレベルの高いやつはあるけれどもそこに対して自分がちょっと任せてもらえてないっていうのは一応あります。さっき大堀さんの会社に100万円の利益をつけたいっておっしゃってましたけど自分の利益100万円じゃなくて会社に100万円の利益を残したいっていうそんな感じですかね。ごめんなさいちょっと言い方が良くなかったんですけどちゃんとした決めはないんですけれども、まあ、今固定費で月44万円いただいてて、まあ、固定費で昇給していくってなった場合に、まあ、自分の44万円を自分がそれ以上引っ張ってこれないとまず昇給はないかなっていったところで僕が100万円利益を引っ張ってきた場合大堀さんからしてもあじゃあもっとお金あげようかなっていう風になると思うので具体的ないくら持ってきたらいくら昇給ねって話はないんですけれども一旦100万円って感じです。今日は言ってしまえばその大堀さんの会社の従業員として、まあ、営業に来たってみたいなそんな感じですかね。あもうまさしくストレートですがすがしい大堀さんの今会社でやられてるって言ってたウェブホームページ制作っていうのは、はい、それは受託でやられてるのかその大堀さんのやられてる会社の事業でホームページの自社のが必要だからそれを一部やってらっしゃるのかどういう感じなんですかね。株式会社エンジニアス代表丹野博樹、エンジニア経験を生かし SES 企業企業を経営、3期目にして売上高は驚異の3億超え。 YouTube チャンネル担当セミナーも運営するエンジニア経営者は志願者に何を問う。まあ基本全部受託でっていうような今の業務の中で結構だからその雑務的なところも多いんですよね。秘書業務的なところも多くて、はい、要は直接的な利益を生む業務ではないことも多いんですよね。そのサポート的な、はい、ってなるとその会社に利益を生むためにはそこは減らさなきゃいけないじゃないですか。その利益を生むっていうのが今直接的な働き方じゃないからどういうこうイメージ持たれてるのかなっていうのが聞きたいんですけど、一応なんでその秘書業務が今あるかっていうと逆に自分が利益を生み出せないからこそじゃあそっちでちょっと生産性上げようねっていう多分考え方でやらせてもらってて、今その僕テックエリートをちょっと受けさせてもらってるんですよ。そのあそうなんですか急にいやじゃあこれ企画じゃないそういうのじゃないぞすいませんなんか言わない方がいいかなってずっと黙ってるじゃないですかいつ言うか悩んでたんですよ僕もなんで言わないんだろうなと思ってなんかそうなんですよ受けててエキスパートコースっていう、まあ、ちょっとレベルの高いやつをモニターとして僕が今走らせてもらうみたいな
話ではやってるんですけれども、それが卒業できたら、まあ、大堀さんのレベル高いのもさばけるようになるよねっていう前提で、それをあの業務時間とはまた別のところで自分でちょっと学習して、それが終わり次第秘書業務の方はもうざっと減っていくみたいなイメージです。なんか一応補足すると、まあ、大堀さんの元で小原さん働いてるんですけど、株式会社タイジー代表加藤浩二郎、上場企業のシステム開発や外部 CTO を務めるスーパーエンジニア、実践型プログラミングスクールテックエリートを運営、育成経験は100人以上。なんか大堀さんからちょっと僕の方に連絡があって、熊田さんを鍛えてほしいみたいな感じの、端的に言うと。で、構想段階だったそのストックさんのホームページレベルというか、普通のホームページプランがうちはあるんですけど、それよりももっとレベル高いもうホームページを作れるようになりましょうっていうので、ウェブエキスパートコースっていうのを作ってたんですけど、それのモニターとして今参画してもらっていて、あのホームページコースが終わってやっと今ウェブエキスパートコースの参加したったぐらいって感じですかね。あ、本当います。本当そうです。はい。そんな感じですね。で、多分ここから3ヶ月、4ヶ月ぐらいで仕上がっていくの。なんか聞けば聞くほど、なんで来たのって。プログラミングゼミシード代表、堀口誠人。チャンネル登録者12万人超えのテック YouTuber、スクール事業、転職、キャリア相談で迷えるエンジニアを導くその姿は、まさに先生。だって、あれですよね、大堀さんがメンターみたいなもんですよね。だって、いわば、ボスというか。まあそうなんですかね。で、テックエリートで学んでるんですよね。で、まだ3、4ヶ月かかるんですよね。それで良くないですか？良くないです。まあ、大堀さんにメンター支援みたいなのしてもらってるじゃんみたいなのはあったと思うんですけれども、今。まあ、大堀さんは言ってもそのエンジニアってわけではないんですよね。そのビジネス的な思考力はめちゃめちゃすごいと思いますし、すごいいろんな経験積ませてもらってるんですけれども、そこに、まあ、プラスして、マネジメントだったりしてる方のところでメンター支援いただきたいなっていうのは一個あります。若干それちゃうんですけど、大堀さんのところだけで、じゃあ、こと足りてるんじゃないですかっていうと、質問に対しての回答は、まあ、全部おんぶに抱っこみたいな感じになっちゃって、てると思うんですね。今大堀さんのところで仕事があるから、それを自分でとりあえず受けてやってみたいな、じゃなくて自分で取ってきてそれをやってっていう風に僕はやりたいっていう風に思ってて、なんか今聞いててマネジメントを学びたいのか営業を学びたいのかがちょっとどっちか分かんないなと僕ちょっと正直思って、メンターに求めてるものとしてどういったそのソフトスキルというか、まあ、先ほどの目標に対してどうやってなんか進めていくかみたいな、そこに対してまあ伴走していただくってわけではないですけれどものアドバイス、目標として100万とか300万っていうのがふわっとあるだけでこれだっていうのはまず浮かんでないと思います。浮かんでます、一応。あ、浮かんではいるんですね。じゃあ一旦それは何になるんですか。まあ、加藤さんに対してなんですけれども、まず、はい、テックエリートの僕がそのエキスパートコースとかを卒業できた場合、そういった案件をいただきたいなっていうふうに考えてて、で一応、まあ、加藤さん側のメリット考えてきたんですけれども、工数が減るみたいな、例えば僕だけなんですか。まあ工数減りますね、確かに。っていうのと、まあ、テックエリートの僕モニターとして今走らせてもらってると思うんですけれども、まあ、実際にスキルついたかどうかっていうのを、まあ、案件をさばくことによって、あ、本当にこんくらいのレベルになったんだみたいな、そこも宣伝になるんじゃないかなっていう。今回支援内容として案件が欲しいみたいな感じだと思うんですけど、何月ぐらいから月リソース何時間ぐらい使えていくらぐらいの対価の仕事が欲しいとかってあります？時期は11月、リソースはそのまあ、案件の単価次第みたいなところなんですけれども、1個10万円ですみたいな単価に対してフルではちょっと避けないかなっていうのはあります。ちなみに3年ぐらいエンジニアやられてると思うんですけど、得意な言語は何ですか？は Java とか C シャープです。 Java と C シャープは人に教えられるレベルですか？あ、まあ、その現場で一番上でやってましたとかは全然ないんですけれども、チームで僕より経験少ない人とかにはまあ教えてみたいなことはやってました。じゃあパソコンをゼロから環境構築してデータベースとかつないでなんか簡単なアプリを作れますとかっていうのを人に教えられるレベルだったりします？調べながらとか思い出しながらとかしていいなら、まあ、全然できるかなとは思います。なるほど。まあ、なんで今聞いたかっていうと、例えばですけど今回支援したいなって思った時にこうエンジニアファースト内で Java ってこうやって使うんですよみたいなのを動画上にしてやれば今後 Java を使いたい人とかはすごい参考になるかなと思ったんで聞いてみました。今のスクール加藤さんのところでやられているのは毎日どれくらいやられてるんですか？まあ、最近は1日3時間とかくらいはやってるかなとは思います。なんか今の話を聞いててなんかそこの学習の時間を取るのが今は何よりも優先なんじゃないかなと思ってて、今結局あれですよね、大堀さんというまあメンターがいらっしゃってそこで制作なりの案件があるんだけど実力的にまだ任せにくいっていう風になってるわけじゃないですか。結局案件が自分のとこに舞い込むチャンスは今あるけどいまいちそれをまだ掴みきれてないっていうフェーズだと思うんで、だったらその身近にあるものを早く掴めるだけのハードスキルをなる早でつけていくっていうのが今一番大事なのことなのかなと思ってて、そこはどうお考えですかね？まさしく。でも
なんかこう例えばこっちがじゃあ1000万ぐらい発注しますよってなったらフルタイムで働くとですもんね。要はそれなんか大堀さんにこう不義理とか感じないですか？不義理ではないかなっていうふうに思ってます。辞めるわけではなくて大堀さんの元でやりながら、まあ、利益を自分で一人占めするとかじゃなくて大堀さんのところにつけるっていうふうにしようと思ってるので、仮にじゃあ1000万発注したとしたら200万円会社に入って800万円もらっていいですかみたいな、そういう交渉をしようかなっていう感じなんですかね。交渉をするというかもう絶対そういうふうだと思うので。動画の途中ですがエンジニアなら必見エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。いや俺思うんすけど、なんか分かるんですけど、すごい多分熊田さん優秀なんでいろいろ考えると思うんすけど、ちょっと浮気しすぎじゃねっていうのは思ってて、まあ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 聞いてくださいよ失礼しました。まあ僕も今までね部下持ったりとか今もプログラミングスクールとかやってるから、そのメンターっていう立場をずっとやるんですけど、教えられる側にメンター何人もいるとすげえやりづらいんですよ。だって今すでに2人いらっしゃるわけじゃないですか、加藤さんとこと大堀さんとことです。ここはまだ2人ともなんかね顔見知りだいいかもしれないですけど、また一人メンター増えてみんな言うこと違ったらわけわかんなくないですか。1日24時間しかないわけじゃないですか、リソース的に。で今もやりたい興味がビジネスと技術とっていう関心がある、その関心があること素晴らしいと思うんですけど、勉強しながら仕事取りながら秘書業務やりながらプログラミングスクールで勉強しながらもう一人メンター増えたやつのことをやるってもう無理だと思うんですよね。全部中途半端になると思うんですよ。だし稼ぎたい技術力高めたい、これって一気にやるってちょっと今すごい微妙なラインだと思ってて、もうちょっと技術力があるんだったら営業を頑張って利益最大化するっていうのはできると思うし、逆に営業力強いんだったらそれを売りに技術をもうちょっと高めてと単価取ってくるとかできるけど、今両方まだまだ未熟って自分で思うんだったら、それでどっちか一回頑張って伸ばしてからの方が十分いいんじゃないかなと思うんですけどね。2回目の出場とかって帰ろうとしてます。あれまだ終わってないんで。いやでも本当に熊田さんって僕何回か会ったことあるんですけど、エンジニアとは思えないぐらい面白いんですよ、うん、営業とかしたら仕事取れる気はしているんですよね僕としては。でしかも自己紹介にパッションあります、愚直に努力できます、飲み会好きです、何でも飲みますってこんなこれしか書いてないエンジニアの人でめったにいないというか、なんだと別にエンジニアやんなくていいんじゃないと思いますけどね。だって3年もう SES いたわけですよね、はい、で技術的にも一通りバックエンドやられてて、テックエリートで勉強してって言っても十分だと思うんですよね。であともソフトスキルがあって、でどちらかというと稼ぎたいに趣がこう行くんだったら、営業だったりとかその IT コンサルとかディレクターとかで自分でコード書くんじゃなくて、マネジメントして仕事取ってくるっていう方が多分売上利益100万とかって出ていきやすいと思うんですよね。そのソフトスキルの面はちょっと本当に自信はありまして、まあ、お酒はすごい本当にめちゃめちゃ何でも飲みます。でお酒以外ももう本当に何でも飲みます。加藤さんとちょっとご飯一緒にさせていただいた時は生卵をそんなこと強要してるんですか僕の名前出さないで。あそれですね、生卵10個飲んで無料で受けさせてあげる生卵10個飲んで僕本当に本当に本当に生卵飲んでました。もうなんかいけますし、ティッシュにそんなことまでやらせたんです僕それ知らないっす流しますけどピーですね。ここはもうそのフリはなかったんでもう絶対ないですけど、一応卵とか全部持ってきたんですよ実演用にってことですか。そうですそうです、別に流さなくてもいいんで本当にこいつできるんだみたいな。あとでちょっとででもどんだけすごいのか分かんないんで、他の人と比べられた方が多分すごさが分かると思うんですよね。一番生卵食べれそうなので言うとどういう番組ですか戻して大丈夫ならいいきますね。あそれは僕もですよてかごめんなさい、すごいそれちゃったんですけど、なんかトニアのめちゃめちゃ頑張りますやり直しいきますじゃあまあやり直しは次回ってことで、はい、ありがとうございます最後に伝えたいこととかおっしゃってください。本日はありがとうございました。まあ、その開発案件だけとかじゃなくて、今やられてる営業に同行させていただくとかで学ばせていただけたらっていう気持ちもありますし、何かお力になれたらと思います。よろしくお願いします。では、支援者の方々に最終ジャッジをいただければと思います。では加藤さんからお願いいたします。これすいません、ちょっと話がいっぱいいっちゃって、何が目的でしたっけ支援目的何でしたっけ。支援目的は、2個あって、はい、お仕事いただきたいのと、メンター支援していただきたい。了解です。それでいうと、はい、一部可能かなと思っていて、まあ、その設計卒業したとかに実務をお願いすることはできるかなと思ってます。まあ、ただそのやっぱ月100万とか300万とかはこれエンジニアだと300万とか特に無理だと思うので、そうですね、マネジメントというかプロマネするとか営業するとかっていうのが必要になってくる次元かなと思います。メンターでも増えすぎるとあれなんで、まあちょっとなんかたまにいろいろと、まあ、お話ししてこういう風にした方がいいんじゃないみたいな話はできたらなとは思います。ではタントさんお願いします。いやー迷いますが、すいません、支援できません
いやでも本当に別に今はもうこれでいいじゃんっていうのにつけるかなと思ってて、技術的にも今メンターじゃないけど学んでることがあって、そのビジネス的とか案件を振ってくれそうなメンターに近しい人も身の回りにいて、本当に焦んない方がいいなっていうのをすごい思いました。聞いててちゃんと地に足つけて一歩一歩近くにいる人の信頼を取ってって積み上げていくっていうのが、なんか長期的に見て結局この目指してる収入のところの近道なのかなっていうのを思っていて、あんまり今こう変なこといろいろ浮気せずにちゃんと一個のことに集中して取捨選択っていうのも結構大事なのかなと思って聞いてたので、僕はここは支援しない方が逆にいいんじゃないかなと思って、うん、今回は支援しないことにしました。せずさんお願いします。はい、すいません、新深です。で右に同じくです。いや桑田さんは優秀だしメンターいます、んもういいじゃんっていうそれだけでさ、はい、頑張ってください。では丸山さん最後お願いします。はい、すっごい見てくるっすね。結論支援は可です。ただ今回 2,30 分ぐらいお話させてもらって、結局何ができてどんぐらい時間があるのかっていうのが分かんなかったんで、なんかこのエンジニアファーストのチャンネルをどんな形でもいいんでなんか盛り上げられますみたいな、こんなことできますっていうのを今後どっかでお話なんかする機会をもらって、対価の方はお支払いするんで、なんかこういうところでエンジニアファースト盛り上げられますよみたいなところがうまくこうマッチすればぜひ支援したいなと。でそこがまあ継続的にうまくやればこうずっと発注していくみたいなことができるんじゃないかなと思います。では今回ですね、加藤さんと丸山さんが支援かということでしたので、どちらかちょっと選んでいただければと思います。加藤さんお願いします。わかりました、ありがとうございます。では加藤さん最後に一言いただければと思います。プログラミングまずは極めて、本当にウェブ制作できるようになって営業面の方がスムーズにいけると思うので、そこら辺でちょっとどうにかこの月300万なかなかハードル高いと思いますけど、はい、頑張って目指したらなと思います。では今回は加藤さんとマッチングとなりました。おめでとうございます。今回のキャリアコロシアムは以上となります。現在エンジニアファーストではこのキャリアコロシアムへの志願者を募集しております。ご興味がある方は公式 LINE より志願者応募とご連絡をお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。